味覚シダの動画始まるよ。はい、どうも小春日和です。味覚シダが好きなおじさんです。味覚シダのことばかりを、書いたブログと YouTube をやってます。よかったら見てください。はい、ちょっと今日は息が上がってますちょっと水やりしすぎてちょっとバテ気味です。で、今日はこの子の、板付けをしていきたいと思います。この子はビカクシダの雷神ですね。雷神さん、あのヤフオクのビカク野郎さんっていう方がいるんですけど、日比野さんっていうんですけど、その方からお迎えした雷神ですね。この子ずっとこの鉢管理してたんですけど、ちょっとええ加減板付けにしようかなと思って、でそれの動画をちょっとします。とりあえず雷神を板付けよろしくお願いしますはい、ヒリーの雷神の、板付けをしていきたいと思います。ちなみにこの子はスポアなんで、胞子培養された子です。もうこんだけ大きくなってるんでだいぶ日にち経ってると思うんですけど、はい、で今回は板はこれぐらいの板につけようかなと思ってます。先に穴開けておきます。こっちがこれんか、でまず出していきたいと思います。ちなみに雷神はもう一株持ってて、その子は鉢管理してます。鉢と、板付けとどういう成長の仕方が差があるのかなと思って、ちょっと様子見たいなと思って、別々に育てようと思ってます。同じようにこの子も鉢管理こうやってしてたんですけど、この子は板付けにしようとようやく、重い腰が動きましたとりあえず今の現状を外していこうか。ベラボンと、現状ベラボン、ほぼベラボンやな、ベラボンの細かいやつ、ここまで今ほぼ力入れず触ってます。力入れて、入れずに触って剥がれるイコールでね、出てないかなと思って、軽くほぐす感じでやっていってます。胞子はいっぱい出てるんですけどね、貯水葉まだ出てきてない子ですね、個体ですね、はい。もう一個の方はね、もうちょっとこう筋、色濃くて筋入って、なんか雷神っぽいなって感じするんです。こっちの子はちょっと色薄いかな、そっちもねスポアなんで、スポアっていうか胞子培養のやつなんで、でそちらも一応美覚野郎さん、日比野さんにかなの方で購入させてもらったので、まあどんな感じで育っていくか、またその比較とかも動画でアップできたらなと思っています。雷神さんってすごい人気ですよね。僕も風神雷神、風神もなんかおって、風神雷神揃えたいなと思うんですけど、風神雷神、龍神ってあったらね、いいですよねぶっこみ世代、ぶっこみ見てた方は分かると思うんですけど、アモー君が龍神やったんで、セロニアスですね、アモーセロニアスとトキサだったかなかなりまたマニアックな話してますけど、分かる人には分かる話だと思いますね。バクラテンの三騎竜やったかな、なんかそんなやったかな。風神雷神龍神っていう強い3人がおったんですけど、おすすめの漫画です。読んだことなかったら一回読んでください、面白いです。あの漫画はね、バイクがすごく、話だいぶ逸れました、ごめんなさい、はい、戻します。あ、だいぶ猫取っていきます。太めの猫が出てきましたね。このもんでいいかな。とりあえずすぐ猫バッて張ってほしいんで、こっちも取っていきたいと思います。もうこんなもんでいいかな。大きいベラボン取っていこうかな。細かめのベラボンで仕上げてありますね。
人が育ててるんとかのあれが楽しいですよね、すごい勉強になるし。よいしょ、こんだけ猫絡むんですね。よいしょ、おい、肩、もうちょっとかなり固なってきたんでもうやめとこう。よいしょ、ほい、これぐらいで板付けしていきたいと思います。でこの子はもうまた何かで再利用できそうなんで、再利用できるものをしてやっていきましょう。よいしょ、これでイメージを縫いして、成長点とかもだいぶでかなってるんで結構育ってくれると思うんですよね、すぐに、うん、ベラボンの奥は水苔やな、うん、こういう感じに、はい、着地させるイメージはどうしてももうちょっと上向かしたいな、こう噴火させたいので、ちょっとこうイメージは、まあ、こういう感じで仕立てたいなと思います。はい、よいしょ、薄くまず直接ではなく、もうクッションぐらいの感じで、もう厚み方向はもうほぼいらない、ペタッとただ単にまあこうこれして、でこうこう来てこうやろ、この角度でだいたいつけたいんで、これを保持できるように水苔を差し込んでいきます。こういうふうに隙間を詰めていく感じですね。表面は後からなんぼでもどうでもなるんで、とりあえずこうこいつがこの角度を保持できるように板付けしていきます。あとはね、ちょっと全然話変わるんですけど、ブログ更新あんまりできてなくてすみません、たまる一方なんですけど、ね、だいぶね入院中に更新できたんですけど、まだまだアップできてない株があってですね、もうそれも追いついてないし、さらにまた今増えてちょっと増やしちゃった分もあるんで、どうしよっかなと思ってるんですけど、一応こんな感じで漏れました。結構天候盛りな感じするんですけど、水苔ほぼそこまでやと思うんですよ。あの下のベラもともとの分があの来てるだけや思うん で、あとはこれで適当に、もうそこまでこだわらず巻いていきます。ライジングコーン、ね、ライジングコーン親株なっていうのを見てる、あの見たりしたらやっぱかっこいいですよね。結構名前で結構ねやられるとこありますよね美格って、好きな名前とかでもかなり、名前で言ったら結構好きなのはもうホワイトホープなんですけど、なんかもうなんかかっこいいなって、見た目もかっこいいし、あとピューちゃんも好きですね、めっちゃとか響きがもうピューちゃんっていう感じになります。僕のピューちゃんが好きですけど、今お芝居をしてる人増えてるので、なんかいろんな品種がこれから生まれてきて面白いですよね、多分そうやって思ってる方いっぱいおると思うし、ね、自分の生み出してあげろみたいな、僕も死ぬまでには一個なんか自分の生み出せたらなとは思って、まあ夢のように思ってますけど、ちょっとここ成長って埋もれ気味なんで、水を出てくれたらいいんですけどね。それにしても暑いです。今日も水やり終わってから今これやってるんですけども、ほんまなんか吐きそうです。暑すぎて。で最近あの動画に吹き出し文字、今もつけてると思うんですけど、つけるようにしてます。あのもういろんな方があのなんか。YouTube の設定で吹き出し文字出るらしいんですけど、なんか一回出してあの自動で出るやつがあるみたいなんですよ、 YouTube 側が出して、なんか見たら全然なんかおかしい言葉いっぱいあったし、まあ誰でも見れるように、もうみんな美格、いろんな方が美格楽しんで
くれたら嬉しいなと思って、あの吹き出しを入れるようにしました。吹き出しというかこの文字というかな、言葉のやつをやっぱ見やすいと思いますし、誰でも見れるっていうのがいいかなと。あと僕は何言ってるのかわからんっていうのもちょっと自分でもあったし、ただねこの打つんがな、あの打つんがないってこと、打つんがね手打ちで僕打ってるんでめっちゃ時間かかるんですよ。10分の動画を手打ちしててもなんか 3、4 時間普通に経ったりするし、なんかでもまあ一応、まあ、続けれる限りは続けたいなと思って、その吹き出しですね思ってます。まあ、途中でやめたらちょっと疲れ切ったんやなと思ってあの許してください。美覚のおかげで僕だいぶ元気になったので、また、まあ、助けてもらったし、なんかやっぱいい植物やなと思うので、少しでもなんかどんないろんな方に知ってもらえたらなと思って出てます。はい、まあなんかまあいいようなことばっか僕言ってますけど、僕全然いい人じゃないので、あのご理解ください。あの全然あんまり良くないこともしてきた人間なので、あのそんな全然いい人キャンペーンしてるだけやと思ってください、はい、よし、はい、出てきました。ライジンライジンです。よいしょ、まあ僕ここに刺さないんですけどね、なくしちゃうんで、でもちょっと刺してみました、はい、ちょっとグラグラしてんな。どうしてもね、この胞子葉しか出てない子ってあのグラグラしやすいんで、貯水葉出てグッとここ強になっていくんですけど、グラグラするのでちょっと水やりの時とか運ぶ時は注意していかなかんかな、うん、グラグラ気味やけど、やはり補強するパターンもあるんやけどね、補強しようかな、補強します。僕はアルミで適当に切って、ね、こうやってこういう風にして適当ですよ、こうやってブスッと刺す。 OK 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 で、こんな感じ、こんな感じで、あとは微調整で、まあ、ちょっと上げたりとか長さとか自分で矯正してやったりしてます。よいしょ、あんまりやりすぎても負担かかるんで、こうちょっとでも楽なるぐらい、うん、コルセットのような感じですね。グイって紐で縛ってもいいんですよ、やっぱ負担かかると思うんで軽くだけで、また大きなってきたりとかちょっとおかしなのと自分で微調整かけてしたらいいかなと思います。よいしょ、これいいかな、こんな感じで完成です。まだね、今胞子葉が胞子葉のターンなの で、このこれつけた時ちょちょ水を出てきた時注意なんで、あの気をつけてください、はい、よし、でこれであとはここを針金つければ完了です。これでまた管理していきたいと思います。よし、OK、はい、大臣の板付けが完了しました。こんな感じです、はい、無事育ってくれると思います。いて、こういうふうだと、まあこれは僕のやり方なだけであって、これが全然いいとかじゃないんですけど、もし参考になればと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。